ギボ先生2。ギボ先生のご覧の皆さん、はいさん。さあ、今流れてましたよね。なんかその車内でちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃん。そう、実は沖縄の都市モノレール、ユイレールの、車内チャイムは沖縄の歌が使われております。知ってる方も多いと思いますけど、知らなかった方もいるでしょう。これを深掘りしていきます。ギボ先生です。やっちゃいましょう。実際現地にも行ってきました。まあ、題してギボレールとでも言いましょうか。ギボ先生でいろいろこう歌の解説、曲の解説、場所の解説、駅の解説していきたいと思います。新企画ギボレール始まりました。早速どうぞ。ギボレール一発目は那覇空港駅、駅名はタンチャメでございます。日本最西端の駅でございます。今から乗っちゃいたいと思います。レッツゴー。ソロの ましたね。タンタタンタタンタタン、これはタンチャメー節、沖縄の代表的な歌流れておりました。那覇空港駅に着いたらこれ流れますんで、ぜひね皆さんチェックしてみてください。何気なく聴いてる人多いと思いますけど、全部沖縄の歌なんですね。そしてこの曲は那覇空港駅で流れてますが、まあそのタンチャというね、恩納村の地域の歌なんですけども、やっぱ浜辺の歌なので、このなんていうんですかね、空港のちょっとまあこうなんていうんですかね、このお迎えするっていう意味でちょっとその かけたのかなとも思いますし、まあその関連づいてる駅や関連づいてない駅もあるんですけど、その歌とその駅のこの関係性なんかも義母先生ならではの切り口でちょっと解説していけたらなと思っております。タンチャ名は、まあ、魚売りの、そうですね、これまでギボ先生 のおすすめ琉球舞踊とかでも説明してきたんですけど、まあ、魚売りの風景、漁師の風景、漁師町の漁師村の風景を、まあ、歌った歌なんですけど も沖縄を代表する民謡なので、もうまず最初にこの曲をね、かけて、いらっしゃい沖縄に、そしてさよならまた来てくださいっていう意味でこの曲をチョイスしてるんだなと僕も勝手に思ってますけども、タンチャ名節が流れておりました。ギボレール、那覇空港駅ではタンチャメ、今週はこれをレポートしてみました。また、次回、次は赤峰駅かな、次の駅に行きますので、ギボ先生の、ギボレール企画も楽しみにしておいてください。また来週。